キャリフォルニアベース掃討作戦は連邦軍が勝利を収め、北米におけるジオン軍は撤退を余儀なくされた。この作戦で対峙した連邦とクルスト・モーゼス、クルスト博士はもともとジオンのエグザムシステム第一人者だ。エグザムがジオンに存在するのもそのためだ。博士はニュータイプの研究をしていたらしい。ニュータイプ？ニュータイプについて詳しいことは俺にもわからんが、普通の人間より勘の優れた人間だと俺は認識している。そのニュータイプの被験者を使った実験の中で生まれたのがエグザムだ。博士は今も連邦のエグザム研究施設で実験をしているはずだ。エグザムを搭載した残り2つのブルーをな。ブルーディスティニー2号機と3号機、失われたかに見えたエグザムは未だ存在していた。そしてイフリート海を失いながらも生き残ったニムバス・シュターゼンは連邦のエグザム研究施設を襲撃。見つけたぞ、クルスト・モーゼス。ニムバス・シュターゼン、その執念、やはりエグザムを使い、お前こそ。それで命、2号機はお前、今さら私を選ぶなどと恥を知れ。クルスト博士をさ、ユウは2号機互いに同じ。裁かれし者、気にはさ、仕掛けるなら今しかないな。
だって。争わしない。捕らえた。まだやれるはずだ。
Thank you.
私はエグザムのパイロットとして選ばれた。そうやって貴様は全て貴様に分かるものか。落としてみせる。これで終わりだ。侮れない敵のようだ。私を愚弄するのか。
好きにはさせん。決める。このまま距離を詰める。償えたと。やめて。乱暴な人は嫌い。乱暴し。お前に勝つのは私だ、マリオン。死ね、マリオン。消えてしまえ、乱暴なやつ。違う、君はエグザムじゃない。私に触るやつはみんな殺してやる。エグザムはクレストの作り出した猛獣だ、君じゃない。黙れ、マリオン。お前のようなまやかしは邪魔なのだ。
傲慢さを償え。償え。やめて、乱暴だ、乱暴をしない。お前に勝つ。私にエグザムは苦しい。黙れ。お前の呪縛を断ち切る。直撃だと。殺し合うことだけを考えてここまで生きてきたわけじゃないでしょ。奪ったり支配するためだけに戦ってきたわけじゃないでしょ。だってあなたはエグザムが私じゃないと言ってくれたもの。だから私はあなたにこう言うの。あなたもエグザムじゃない、マリオン。だから見て、この空の色見えるでしょ。あなたを導くこの色が。ああ、俺にも見える、マリオン。
ユー・カジマとニムバス・シュターゼン、エグザムをめぐる二人の戦いは幕を閉じ、すべての機能を停止したユーのブルーは空をさまよっていた。ユーの目に映る漆黒の空、それは消えることのない死への恐怖だった。しかし空にはあるわ、空には心が満ちているの。その心は敵意だけじゃない。ユー、あなたを呼んでいる人がいる。戦いを目的として作られたエグザムが最後に見せたものは、人の思いに彩られた景色。そしてユーはマリオンの言葉に導かれるように、仲間たちエグザムシステムは、しかしその後のユー、それは